どうもここんにちは宣伝部長のです今日は刑事告訴かということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでひょっとしたらお忘れの方もいるはずあるかもしれないんですけれども現在都知事選中でありまして、えー、そこのまあ、当然ね立候補されてる方とか団体についてですねまあまあ落選運動的なることとかあるいは えーと特によろしくないのは虚偽のルフですねをやっちゃうと公職選挙法違反ということがあってですねそれをついに、まあ、大津さんがやってしまったのではなかろうかみたいなねいう話があってもう本人なんか都知事選中っていうのを忘れてませんかみたいな <laughs> でああのー、まあ、そもそもは立、ね、花さんがですねあくまで、まあ、都知事選におけるポスタージャック 戦略をやっていていその延長線上で、まあ、大津さんに対するね批判というかまあ債権者みんな激怒ですからねじゃあ金返すポスター貼るかみたいな感じになって貼ったと。でそれに対して大津さんが「わあ」みたいなそ名誉毀損だ「わあわあわあ」みたいなことをやってたんですけども、まあくまでまあ 他の件はね、警察からかなり警告とか言ってるようなんですけども、大津さんの件はゼロ件ということなんで、政府ということですよね。ということなので、まあまあ、それを訴えるかどうかは自由ですけども、とにかく、現状の合法の範囲の中で、立花さんが、まあまあ、いろいろ批判をね、うまくこう入れてるのに対して、大津さんはですね、普通に、まあ、その違法に当たるようなことをやってしまったのではないかということで、まあそれを受けて、立花さんが刑事告訴しようかみたいな感じに今、なってると。 いうところなんですよね。まあとにかくですね、まあ、最近ちょっとねまあ大津さんの動きとか発信がまあかなりそのまあもともとねちょっと整合性が取れてないとこあるんですけどももう止めるまあもうちょっとまだね慎重だったような気がするんですよね。まあ、最近はもう本当に何かもう止める人いないのかなみたいな感じで。 まあそれはなんかこうねいろいろ忠告してくれる人を切りに切りまくるとこうなるんだなっていう本当に分かりやすい事例でイエスマンを揃えた末路みたいな話になってるという話を今回はやっていきたいというふうに思います。はいといとうわけでことの方 は、ね、こちらの大津さんのポストなんですけれども立花さんが先日ニコニコ動画のねまあえっ、ー、と生演説に出られてまあね各立候補者の応援みたいな形でですね何回も出ていてですね一番出た人なんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですけれどもえっ、ー、とその中で、まあ、NHK 問題についてね受信の問題についてとか集金に対して含めてですけども、まあ、とにかく一生懸命立ち向かってきたんだっていう話を一生懸命されたんですよね。 で普通はそこで、いや、すごいな、この人ってなるというところがですね、まあまあ、だいたい立花さんのアンチの方々は、まあ、その言った言葉のどこかを捉えて、それを拡大解釈して批判するっていうのを繰り返していて、まあ、それに大津さがまあ乗っかっちゃった感じですよね。で、えー、とこちらの方がですね、立、え、花、ー、隆が、15年前から有権者の裁判費用や NHK 受信料を支払っているということですね。 で、立候補者が支払うと公職選挙法に違反するということで、だから、まあ、あの、今後、今後と言いますか、まあ、私はもう立候補しませんっていうことを言ってるんですけどね。はい。で、さらにここで NHK 党は、立ち話以外にも多数の立候補者を出しています。これは犯罪の自白でしょうかということで、まさに犯罪かのごとく言ってるんですけども、あの、まあいいや、なんていうことです、ということですね。はい。で、 えーとでここで一応補足しておくと現在は請求書受け取り対抗サービスや、えー、と裁判費用を正当交付金で肩上がりする活動 NHK とは行っていませんって言ってるんですよね。はい、でさらに、えーと,こですね、これとどめが債務不履行の推奨だけ行っていますということで、まあ、こいつら活動してねえよみたいなことを言って。 るわけですよねここで偉そうなことを言ってるけどやってませんって言ってるに等しいですよね。はいまあ、ということを言ってるわけでまあ、これが虚偽のルフにあたるんじゃないかという指摘をさまざま受けていてでまずはこの立花さんですね。えー、っとこのの大津にに対対する嘘のルフに対して本日 <laughs> 大津や役氏に対して裁判することを決定しましたということですねはいで NHK 党は NHK から裁判された人に対して裁判費用及び NHK に支払わなければならない受信料を全額肩代わりしておりますということですねだから、えー、とこの場合に NHK 党として何かお金を支払ってますと でその責任っていうのは党首なんですよ、大津さんみたいな、その党首が責任を負うんですよみたいな感じで、そう、だから、まあ、だから代表者を立花さんが務めなきゃいけないっていうふうに、まあまあまあ、言ってるわけなんですけど、まあ、とにかく NHK との代表は立花さんですよね。で、その代表者がまあ、立候補したり、あるいは銀さんになっちゃったりすると公職選挙法違反になっちゃうから、私はしませんと。ただその生徒に所属してる 議員とかに関しては,そは、それは何て言うんですかね、まあ、関係ないと言いますかっていうことなんですよね、違法ではないっていうことなので、はい、でそれを、あのそのあたりはずっと立花さんもさすがにちょっと心配だったようなんですけども、まあえー、と去年か、検察に呼ばれて不起訴になったことによってですね、まあ要するにどうすればいいのかっていうのが確定したというふうにおっしゃってるっていうところですよね。はい,で、まあ、っていうところなんですけども、はい。 まあにもかかわらず、まあ、しかも何て言うんだろうな、その国政政党っていうんですかね、元の n h あの何んですかね、もともとのね、立花さんが作り上げた国政政党を乗っ取った人間が、まあ、まあこのようなことを言ってる、本来やんなきゃいけないことを引き継ぎもせずですよ、<laughs> 引き継ぎもせず、私はあの何て言うんだ、責任取り合ったかありませんってことで、早々にその何て言うんですかね、まあ、いわゆる今まで立花、えー、さんがやってきたと言いますか、NHK 党がやってきた、 まあいわゆるこうあの何んですかねえっ、ー、と裁判費用の負担であるとか等々ですよねまあそういったことにおいに対してまあ本人はこれなな投げちゃ投げたっていうかもうやらねえってやったわけですよね。<laughs> でで立花さんはそれをまあ大津さんもやらない。 我々はやりますよって形で政治団体の方で、まあ、しっかりねそこには政党交付金は確かに出てないんですけど、まあ、一生懸命やられてるというのをまあまあこういう形でね否定してるっていうのをちょっと本当にどうかしてると思いますけどね乗っ取った側がそれ言いますかとしかも何もやってないんですからねほ,ほぼ何もしてないみたいな感じで。 で、まあ、こういう感じで、まあ、立花さんが守ってくれるからとか、NHK おかしいと思ってる人が投票したわけで、まあ、それによって、あの、政党交付金が生まれてるわけなんですけどね、それをやらねえって言った人物が、このようなことを言ってることに関しては、法の前に、まず、間違ってるだろうって話ですよね。はい。まあ、それについてはずっとそんな感じなんでね、まあ、ことさらには言いませんけど、相変わらずそんな感じですと。で、えっ、ー、と、これに対してですね、えっ、ー、とですね、これは村岡弁護士ですね。 はいえー、と,とりあえず公職選挙法230条2項は適用範囲がかなり広く設定されていて、まあ、虚偽の事実の公表罪の成立を否定される理由はないと思われますということですね。はい はいでまあ、この条文の概約といいますか言うと、あれですね、えーと、当選を得させない目的を持って公職の候補者、または公職の候補者になろうとするものに関し、まあ、虚偽の事項を公にし、または事実を歪めて公にしたものは、4年以下の懲役、もしくはまあ金庫または100万以下の罰金に処するということですね、ま,あ、まさにま事実を歪めて公にしたものはに当たるのではなかろうかと。 いうところですよねはいでえー、っとそうですねでさらにえー、っと村川弁護士曰く「今私が訴訟代理人となって NHK から訴えられた方の受信料請求裁判を10件近く受けています全て敗訴した場合は NHK とか受信料を代払いします」ということで大津さんの発言は「明らかに嘘です」ということをおっしゃったというところですね。はい という感じなんで、えー、とそして立花さんはここに乗っかっていくって感じで明らかな犯罪を犯してしまうっていうことですね。でこの辺りぐらいまではちょっとなんとなく何なて言うんだろう、まあ、ちょっと民事っぽい感じなのかなって思ってたんですけどもちょっとあのこ,この辺りからちょっと刑事告訴っぽい流れに、まあ、なっていくわけなんですけどで、先ほどのね馬緒津さんのポストに対してですね所轄、えー、の知能犯の刑事さんに現任していただきましたという感じでね でここについては立花さん動画でね、まあ、最初にねなんかこう大津綾香と人物がみたいなことを言ってたらしいんですけどもそれはちょっと「うーん」みたいな「知らん」みたいな <laughs> よくわかんないみたいな感じだったらしいんですけどただ翼の塔とまあ関係性があってっていうとものすごくこうね食いついてきたって感じでその結果、まあ、いわゆるね二課の刑事さんにまあつなげていただいたというところですね。はい。 まあ、という感じで、この辺から刑事告訴っぽい流れになっていくんですけど、で、まあ、大津さんお金に出していろいろ反論していくって感じで、はい、で、これが大津さんの反論らしきものなんですけども、えっ、ー、と、裁判費用建て替えの質に関して、さまざまな情報が出てますって、あんたが出したんかな、あ <laughs> あんたが出したんやかな、みたいな、あの、何言っとんじゃん、みたいな、はい、感じで。 でまあ、そもそもね NHK 党と身につくとは全く関係ございませんって言ってるわけだからその支出に関して知らんはずなのに首を突っ込むからこういうことになるということですね。はいで、えー、とホームページには政党交付金から支出との記載これはあ現在明らかな虚偽ですよねみたいなことを言ってるんですよね。はいだからまあこれはなどのお金を政党交付金と見るかわかんないんですけども例えばえっ、ー、と もともとの国政政党の方あま、まあいいか、まあいいや、<笑><笑>まあ、とにかく、これは確かに記載を、まあ、昔作ったものなんで、まあ、要するに国政政党の時に作ったまあホームページに、まあ、政党交付金でみたいなことが書いてあるわけですよね。はい、で、それは大津さんが乗っ取ったから使えないだけの話なんであってっていうところなんですけども、まあ、それを乗っ取った側が本当に言いますかねみたいなね。まあ <laughs>、<laughs> でもこれはまあ言葉尻の話なんであって、まあ、冒頭に、ね、大津さんが言っていたこれですよね。えー、と現在は請求書受け取り代行サービスや裁判費用を政党交付金で肩代わりする活動を NHK とは行っていませんですよねで債務不履行だけの。債務不履行の推奨だけ行っていますというところで、まあ、大津さん的にはこの政、ね、党交付金 って書いてあるから、これでは払ってないよね。っていうことを思ってして正当化しようとしてるんですけどもまあこの一部を見る限りですね。いや、お前らやってねえだろう。としか読めないんですけどね。はい。はい。だから、まあこのような主張がもし成立するとするならまです。けれども、まあそこのえー、っと何て言うんですかね？その。 NHK とかそういうのに払ってるかどうかについては感知してないけれども政党交付金の方は私が乗っ取って持ってるんで使ってませんよみたいな <laughs> だったら言ってる意味が通じるんですけどまあまあ先ほどの文章だと無理でしょうね。でそしてともし継続されてる場合については立法事務費立花個人立花一人放送局どこから出されてるのでしょうかとか、まあ、大きなお世話ですね。<laughs> <laughs> NHK とかに仕上げたら叱られたどれを指してますか、な裁判で証拠を提出で明らかになさってくださいということなんですけども、まあ、訴えられたので、それをその過程の中でね、まあ、出せて、渡してくるんじゃないですかね。はい。まあ、ということになるんだと思いますと。で、さらに、えっ、ー、と、立村さん、会派のお金は何に使っているのでしょうかと。で、これ、過去の大津さんのズーム会談のやつを出していてですね、あの、 <laughs> ちょっと何言ってるかよく分かんないんですけどね。えー、なぜ斎藤議員は会派のお金は立花さんが自由にできるお金と言わなかったのでしょうかみたいなことなんですけどね。はい、実質的に立花さんが、まあ、使ってることになるわけなんですけどもその決定権が立花さんにあるわけじゃないよねみたいな、まあ、話だというふうに思うんですけどまあまあこういうことを言ってると。で、えっ、ー、とさらにですね。えー、と<笑><笑> 立花さんが動画で「大津綾香被告!」みたいな感じで、えっと、公職選挙法批判で警察の捜査対象になりましたっていう動画を出したりですね はい、でさらに大津彩香氏はですねすでに立花孝氏との名誉毀損の裁判で1件敗訴しています。これは本当その通りですよね。別事件での名誉毀損の判決は8月7日ですということで、まあ、それも不利な判決をお,つがおっさん側にとってね不利、まあ、な判決が出る見込みです。にもかかわらず、まあ、現在も大津彩香氏は NHK から国民を守る党や立花孝氏への誹謗中傷を繰り返してますと、まあ、本当にそうですよね。一番だだから悪質だと思うのは、 こういうことをやりながら私たち誹謗中傷をなくしてい,くいきますみたいな顔をしてることですね。あのセッションやったり意味がわからないみたいなねいうところですよね。はい、でだから、えー、本日警察に被害の相談をしたり東京地方裁判所に詳しい訴訟の提起をしていますとまさにこれが民事刑事でやるというやつですね。ほ、はいまあ、本当に巨大なブーメランがね、まあ、今まさに大津さんに突き刺さろうとしてるっていう感じですよね。 はいでさらに立花さんの追撃は続きますね。はいでまあこちらね大津さんが先ほどのね質問したっていう感じですかね「立法事務費がどっからお金出してんですか?」みたいな肩代わりって言うけどみたいな感じですよね。はいえー、っと ででこっちですね大津氏は相当焦ってるようだついに質問してきた質問に答えてあげるから7月16日の再建者集会おいでよ大津氏みたいな感じですねはいこれはまさにまあその通りだしまあそもそもですけども先日大津さんがい,い,、ね、いるの偶然見つけた立花さんがね見つけてねほら公開討論しようやみたいなねその前日には大津さんが立花さんをひなんて非難するような文章バーンって上げてんですよ、まあ、そこまで言うんだったらやろうやっつったらあの バーって走って逃げて警察に電話してですね脅迫されてますってあの <laughs> 言った人がこんだけ絡んできて質問してる時点で、まあ、あとはなんかつきまといで警察に被害届を出して受理されましたみたいなことまで言ってるわけですよつきまといされてる人がですねこんなに絡んできますかあの <laughs> あり得ないいですけどね、はいまあ、単純にまあ都合の悪いことがあれからきっ あるかかか、ら聞れれたたくくなないいとか批判されたくないだけで,す、ねはい、でえっ、ー、とそしてさらにですねまた続くのかなまあ先ほどと似たような話なんですけど大津市は立花隆をブロックしておきながら私に質問知るのねみたいな <laughs> ちょっともうここツボだったんですけど私に質問知るのねと、えー、びっくりマーク。<laughs> <laughs> これびっくりマークを押す時に知るのねに気づかなかったんだなっていうところにちょっとつぼってるんですけど、えー、とそれで、えー、と次会った時に、えー、カメラを回しながら答えてあげるから逃げないでねということですねはいだからねまあ質問あるんだったら、まあ、まずあの時にね公開討論やろうよで OK すればよかったじゃんとかねまあいうことなんですけどあの時にむしろ追及してくれればよかったじゃんってことですよねはいまあ <laughs> というところでありまして、ちなみに大津さんはこれは私も立花さんにブロックされてますみたいなことを言ってるんですけどねちょっとブロックの女王がねブロックに対して何を言ってもちょっとあの説得力がゼロゼロですよねはいまあでも X を探せばですね大津さんになんかブロックされましたっていうのが山のように出てきますからねあの何言っとんじゃって感じでしょうねはい えっと、そう。あと、立松も一応ブロックはしてるんですけど、ブロックの理由がちゃんとあるんですけどね、大津さんの場合は本当に、なんだろう、普通の質問しても、ね、都合が悪かったらブロックとかですからね、はい。あとは、何も絡んでなくても、あ、こいつ、なんか、私に対してなんか不都合なこと言ってるなと思ったら、それもブロックですからね。あの、<laughs> 一番最初にびっくりしたのは、債権者ブロックして、債権者が債権者ですっつって、質問してるのにブロックしたらびっくりしましたけどね、はい。 でなんですけど私が債権者のこと一番考えてますって言える人なんでいやほんとすげえなっていうあの <laughs> ことですね。はいというわけでさらにこちらが立花隆さんのポストですけれども大坂明氏に対して警察が動いてくれましたということで恐らくこの動画が出てる頃にはですねもうあのまあ、警察 の方に行ってなんかまあとにかく行かれるようで、まあ、これがまあ、刑事告訴に至るかどうかについては少なくとも、まあ、選挙がおか終わんないとねなかなかまあ、仮に進むとしても進まないというふうに思うんですけどもまあ、情報提供としてっていうところでしょうね。まあ、この辺について警察がどこまで乗り気になるかどうかについてはですね翼の党とどれだけこう絡めて やる気があるかどうかに私は尽きるというふうにまあ思ってますけどね。はいということですしまあ何より、まあ、一応ねあの国政破産してますけど、ね、国政政党の党首だって言っていてその代表の座から降り,降りるつもりもなくて仮に破産したとしてもそれはなくならないようなものじゃないですか。だからそういった意味において警察としてはまあ割と公人ですからねまあ重大案件として。まあ 本来だったらね、扱うべき事案だと思うんですけど、はい、でさらに、これが普通の政党の代表とかだったら後ろ盾があってです、ね、でそう経験に動けないんですけど、まあ、後ろ盾多分ないと思うんで、川上さんぐらいかな、あのでもまあ、その人も今、ピンチみたいな感じなんで、まあ、実質うり後ろ盾はいなさそうなので、まさかの、まさかの慶、ねま、原さんとかが後ろにいたらわかんないですけど、はい、という感じですと。 で、まあまあまあ、かなり情勢としては、大津さんにとっては、まあ厳しいですよね。それ以外の件もたくさんありますからね。<laughs> なんですけど、もうまあ、この短時間の間に、うわーって話が進んで、まあまあ、さすがに参ったのかどうかわかんないんですけど、こちらですね。えっ、ー、と、大津さん、えー、NHK 党の立花隆に意見をした者は詩人であれ、さらされ、徹底的に組織的な嫌がらせを受けるみたいなことを言い出したと。 はい、というわけで、これをもってして、えっと、ご自身が、まあ、虚偽のルフをした可能性がある、ね、ポストに対して、謝罪もせずということ。 になるんだと思います。はい、ということで、まあ、ほぼこれであのポストは確定というふうに、まあ、私は認識しましたけど、それを捜査機関がどう捉えるかは分かんないですけどね、普通はごめんなさいして削除すればいいのにしませんでしたからね、ちょっと意味不明ですけど、ということなので、まあ分まあかっててやってんだなというところなので、まあ、かなり悪質というふうに捉えられる可能性がね、まあ、あるんじゃないかと。 でそして、えっと、今般の選挙もそうですが彼らの流れにわたる蛮行を野放しにした結果ですって感じでまだ NHK 党に対する批判を続けているということですね。はいだから、まあ、言うてね、まあ、ある種の、まあね、影響力のある政治団体でもあるからある程度の批判は当然いいというふうに思うんですけども脅威、まあのルフに当たる、ね、選挙批判中にあったような可能性があった場合にですね取るべき態度ではないですよね。はい でそもそも法律を抜け穴なく完璧にすることは不可能ですだから大津さん乗っ取れたんでしょあの <laughs> 普通のまあだから政党でねいわゆるそのまあね総会開いてね、まあ、ほぼほぼ大津さんの味方いないっていうねほぼ全員がアウトって言ってる状況なのに登記状って のっってなってなるだけででで政党の党首ができちゃってるでしょまあいずれその責任は取ら取らされるんでしょうけどもまさに法が完璧ではなくってしかも国政政党っていうのは少なくってそんなね乗っ取りしてはんこ押さないもんねみたいな人は想定してないわけですよやめるって言ったら普通にやめてみたいなあるいは総会でみんなが脳を突きつけられたらみんなやめるんですよそれやんなかったまさに法の抜け穴をついて今乗っ取ってるのが大津さんですよね。 にもかかわらずこれを批判しているということで意味がわからない。 ちなみに立花、えー、さんはそれを分かった上でハックして、まあ、その政治的目的があるわけですよね大津さんの立花さん VS みたいなその個人的な支援と違って公共性があることを目的として、まあ、戦っていることなのでしかもその相手が、ねまあ、既得権益層というめちゃくちゃ巨大な人に対して戦う上にあたって法律の抜け穴をついて頑張っあのハックして戦ってるっていうところなんですけどね、まあ、それをどう捉えるかっていうのは自由ですけども。 もうそれを自民党の既得現役側の自,自民党の裏金問題と混ぜること自身が物事を分かってないっていう証拠だというふうに思いますと、まあ、とにかく、えー、と球団の,あの,の必要があるときにしっかりと責任を取らせなければこれはずっと続きますって感じでまさに乗っ取りがずっと続いてるという感じですよね。 はいで先ほどのポストに対してまあね、えー、まあ普通に疑問に思ったんでしょうねなんで立橘氏と何かかってんですかみたいな入ろうと思ったんですかっていうことに対してですよつまり分かってて入ったんでしょうみたいなことでもあるというふうに思うんですねまあそういった疑問を持つ人はこういう疑問がねパッと見見た人の中に多い気がするんですけどそうね でだから自分では入っといてそこをひひ批判し,し始めるっておかしいじゃないですか。で立花さんがやってることはもう、まあ、必要以上に世の中に公開されてる情報で、まあ、むしろその情報を使って叩いてるわけで知らんかったお宅に責任あるんじゃないのみたいな話ですよね。で、まあ、ここについてはいつもの、えー、と責任ございませんって話が始まるんですけど、えー、と当初は女性だけの、まあ、政治、まあ、要するに政治家女子法廷と,と党に対して興味を持って。 YouTube 広告を見て、はい、簡単なプロフィールを入力したと。で、地方議員に立候補する方法などの説明をまず受けようと思ったら、2日後に電話で公認が決定した。今切ったら、電話切ったら次に回すと言われたので、急いで受けてしまい、2週間後には記者会見で出馬表明することにということで、でまあ、これも含めて自分が分かって受けて、大人ですからね。<laughs> で、これが説明不足で嫌なんだったら、やめなきゃいけないですね、この途中でね。 はい、とか自分で調べるなりしてね当然です、立、ま、花、あ、さんはも YouTube 含めいろんなところで情報を出しているわけですから、これ自己責任ですけどね、まあ、関係ないですよね、大津さんの責任が甘かったからといって、あなたね、責任がないわけじゃないから。 <laughs> まあでもこんなの中学生でも今こんな言い訳しないけどね。で「えー、とタッチ話のことは逆性の高いおじさんぐらいにしか認識し,してませんでした」と言ってるんですけどまあ LINE の情報が公開されてますけどね大津さんが入ってきていかに立花さんに対してよいしょしてたかっていうね持ち上げてあのいわゆる立花さんが当然力持ってるの分かってますから持ち上げて気に入ってもらおうみたいな風に私には見えたけどもねあの。<laughs> どっちかっていうと積極的にやっていてしかも NHK 党がやらないようなね、まあ、いわゆる政治資金パーティーとまで企画するぐらいやる気があったわけですから今更何言ってるのかなっていうところですよね。はい だからこそ、えー、実際全く面白くないことが起きていることを世間に知ってもらう必要がありますということで、まあ、これについては本当に、ね、大津さんがやってるような乗っ取り行動をみんな知らないんでね、だからこんなひどいことをしてますよということで、金返せポスターが貼られてるんだというふうに思うって感じで、まあ、ちょっとね、すべてがブーメランですよね。安、は、易、い、に関わり、被害者になる人を食い止めるためにということで、これも大津さんですよね、なんか。 周りの人がどんどん大変なことになってますけどみたいなところですかね。まあ、そこに対していろいろ助けてくれた人もいるというふうに思うんですけれどもそこをなんか助けに行こうというよりはなんかもともと関係ありませんみたいな感じのことを言い出してるっていうことでまあねそれこそが被害者なんじゃないかなって思いますけどね。はい。はい、というわけでねまあなんかどんどん暴走してるような気がするんでねこれってあの債権者さ多分。 集会 <laughs> の間までなんか黙ってるとは全く思わないので。 なんかどん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 荒れていくんだろうなと思いながら見ておりますがまあまあ特に選挙期間中はねやっぱり発言に気をつけなきゃいけないのにまあだから先ほどなんか大津さんにねリプもらった人なんかもね気をつけましょうみたいなこと言ってるんですけどまあ肝心の大津さんそのものがね、まあ、ストッパーがもういないのでまあこれは止まんないんだろうなというふうに思っております以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね